か正式に。長きにわたり我らがベルムントは真の君主不在の時代を送ってきた。それは承知だろう。この竜骨の玉座も戦王エルランドゥ以来数十年主を求め続けてきた。だがそれはもはや過去の話。もう耐える必要はないのだ。今まさに摂政公が統治する時代は終わりを迎えた。今こそ皆で称える時が来た。我らが待ち望みしよう。各社王様のご到来を。おお、なんと凛々しいお姿。陛下に永遠の忠誠を。ああ陛下、どれほどこの時を待ちわびたか。脱獄せよ。竜骨の玉座、竜に選ばれ竜を滅ぼせし者のみが座すことを許された場所だ。今まさに正当なる主を得たり我ら幸いなり。我ら幸いなり。各社王こそが我らが崇めるべきものであり真実の王だ。王に祝福あれ。王に祝福あれ。我らは皆王の治世が末永く続くことを願い、そしてまた永遠に王の助けとなることを心に誓わん。我らがベルメント王に。我らが王に。各社よ、竜をほふらんとする者よ、この世界の真なる姿を民と欲するなら貴様は断りを捨てねばならぬ。心を捨て、命をも捨てる覚悟で。貴様の意志を示せ。運命を変えうるのは汝の意志のみなのだ。さて、どいつだ。黒焦げだったのは。顔と名前を記録してやる。さっさと前に出ろ。お前か。おい、どうなんだ。じゃあ、あはん、わかった。お前だな。気に入らねえな。半人にしちゃふてぶてしい。半人ってのは目が死んでるもんだ。死んだところで生き返るなら当然の話かもしれんだ。まさかお前はそうじゃないのか。俺たちのように死ぬのが怖いのか。だが安心しろ。3日もここで働いてれば死にたくなる。ついてこい、ノルマども。立場をわきまえろ。
せても苦しいだけだ。疲れが溜まってきた。市民の心理。そんな目で見ないでよ。何やってるんだクズが。さっさと歩け。そんな目で見ないでよ。傷は大丈夫ですか。無理しないでください。ここの環境はかなり悪いです。ホーンならまだしも人の身では。現場に行きましょう。彼を怒らせてはいけません。俺はもう早く下げれば。よし、仕事にかかれ。仕事をするのですね。では奥の作業場にある岩をここまで運んでください。怪我するのが一番盛り下がるから。あちこち物が散らばっていますが。邪魔。お疲れ様でした。では次は。何でしょう。あちらに行ってみましょう。チーフは盾を持てない代わりに回避がしやすくなっているはずです。岩や樽など持ち上げられるものを投げて攻撃することもできます。大丈夫か。
さ。今のうちにこの場から逃げるのです。あなたにはなすべきことがある。いつまでもここに留まってはなりません。記憶を失っているのですね。忌まわしい呪いのせいでしょう。ですが心配はいりません。運命を信じるのです。あなたは各社なのですから。信じられん。あの化け物に逃げやがったか。ああ、おい貴様、戻ってくるんだ。各社様、こちらです。こちらへ、逃げるんです。飛びなさい、それこそ。クソが自殺しやがった。この高さじゃ半人だろうと。何をやってる。撃ち落とせ。撃ち落とせ。記憶なき魂、この世界を知りなさい。あなたが守るべきこの世界。近づいてはいけません。心配いりません。ヒュージブルに飲み込まれても私たちは死ぬわけではありません。この近くにリムと呼ばれる石があります。それを探してください。あなたが各社様なら私たちはきっとまたお会いできるでしょう。
丈夫か？一体何が起きた？グリフィンが現れたと思ったら墜落して、そこにお前がいるということは、まさかお前か？グリフィンの背中に乗ってたのはよく無事でいたもんだ。手当てしてやるから砦で事情を聞かせてくれ。しかしグリフィンとは信じられんよ。この間のドラゴンといい、何が起きてるってんだ。ようやく各社王が現れたってのに、平和になるどころか嫌なことばかり。不吉だよ。国境の警備隊なんて楽。くっそ、ゴブリンだ。あんたも一緒に戦ってくれ。どこに行くつもりだ。やるは強制しないが、話くらいは聞かせてくれよ。体力が減ってきたら薬草か回復薬を使うんだ。敵の攻撃はガードか回避をした方がいいぞ。魔物の死体を探れば何か役に立つものが見つかるかもしれんな。ようこそ各社様、あなたのご到着を心より歓迎いたします。どういうことだ？ポーンどもが、ポーンがあんな風にひざまずくなんて。まさかお前各社だっていうのか？リムストーンをお探しなのでしょう。ご案内いたします。さあどうぞこちらへ。これはリムと呼ばれるもの。我々ポーンの民を現世に渡らせる門の役割を持つ石です。まずはあなたのポーンをお呼びしましょう。思い描いてください、あなたに従う忠実なる者の姿を。我々ポーンの異名は異界渡り、こことは異なる世界とつながり行き来する存在です。そこで得た知見や情報を持ち帰り、各社様の旅に役立てること、それが使命なのです。各社様、私は今日よりあなたに仕えます。どうか私の異界での経験も力添えとさせてください。マジかよ、本当にポーンを呼び出ししまった。じゃああんたが各社なのか？変だな。各社は今譲渡に。各社ってのは世界に一人じゃないのか？くそ、俺にはよくわからん。詳しいのは団長なんだが、あいにく今は留守にしてるもんでな。お前に話を聞くのは団長が戻ってからにしよう。それまでは自由にしてていいぞ。何？記憶がないって？だったらメルベに行ってみろ。少し前にドラゴンに襲われた村だ。各社はドラゴンと深い関わりがあると聞く。本物の各社なら何か思い出せるかもしれんぞ。各社様、私にお答えできることならば何なりとお尋ねください。我らは漂白の民と呼ばれています。
異世界よりリムを通じて各社様のもとに参り、力となるが務め。しかし我ら自身、我らが何者かを知りません。我らはただ定められたなすべきことをなすのみなのです。リムストーンと呼ばれるその石は、この世界以外に存在する数多の異世界とつながるもんです。我らはこの石の力によってこの世界に渡り、役目を終えればまた元の世界へと帰るのです。運命によって選ばれ、我らポーンの民を導き、竜を打つ定めを負った方をそう呼びます。各社様がご自身の記憶を失われているとしても、その定めから逃れられるわけではありません。承知いたしました。各社様の行く先に幸多からんことを。各社様、私にお答えできることならば承知いたしました。各社私の力がお役に立てるでしょうか。体調は万全ですか。では行き。お前は兵士か。そうじゃなきゃ無事なはずもないか。最近ここいらで魔物の被害が頻発していてな。おかげで半人前の新兵どもまで送り出す羽目になった。で、誰が言ったんだ。ラックランだ。あいつは大丈夫だろう。そうだな。じゃあ向こうは。アカードだ。正直かなり心配だがな。おいおい、向こうに出たのはハーピーだぞ。あいつらに相手できるのか。なんだと。聞いてないぞそんなの。助けに行きたいが、持ち場を離れるわけにもいかないし。あんたなかなか強そうだな。頼みがあるんだ。この門の先にいるアカードを助けに行ってやってくれないか。すまない、アカードを頼んだぞ。助けに行かなくてはいけませんね。いらっしゃい。どうやったらあんな場所に攻撃が届くんだよ。降りてきやがれ、この鳥野郎。あっ、今ので全部か。助かったよ。あんたがいなきゃ多分手も足も出なかった。入隊したばっかなのにこんなところで死ぬんだって思ったら体がこわばっちまってさ。今回はあんたのおかげで助かったけど、一人でどうにかできるくらいもっと鍛錬しなきゃダメだな。俺は急いで帰るけど、あんたのことは先輩たちにも伝えておくよ。また会いに来てくれよ。じゃあな。では、成果報告に参りますか。交代の時間まで我慢。まず確認。よう、アカードを助けてくれてありがとうよ。無事に戻ってくれてホッとしてるよ。まったく、あんたがいなかったらどうなってたかわからんな。あいつには実戦はまだ早かったらしい。それがよくわかったよ。まだまだ鍛えてやらないとな。ここの訓練所の教官は厳しいので有名だからさ。鍛えるといえば、あんた相当に腕が立つみたいだな。新兵たちに訓練をつけてやってほしいくらいだ。護衛成功ですね。これは幸先がいいです。この結果なら満足です。ようこそ
繋がるわよ。面白くね。せっかちな各社様ですね。全力疾走とは。遅れないようについていきましょう。なかなかに痛々しい光景ですね。やはりドラゴンは災害のように思えます。街を歩いてみましょう。何か思い出すかもしれません。世に各社が現れるとき、必ずドラゴンの存在もそこにあります。それは歴史的に裏付けられた事実なのです。合意します。ねえ、大丈夫？ねえ、しっかりして。
よかった。気分はどう？これで2回目ね、あなたを看病するのは。覚えてないの？私をドラゴンの炎からかばってくれたことも。あの時あなたは私をかばって、それで黒焦げに。もうダメだと思った。心臓の音も聞こえなかったし。でもあなたは奇跡的に命を取り留めて。各社、それってどういう意味？あのあとあなたがお城に連れて行かれたのと何か関係があるの？あなたの治療のためだって言って、それも覚えてないの？あなたのことなの？じゃあもう行くのね。気が向いたらいつでもこの村に来てね。それまで気をつけて。各社様。まあそこにいたか。見つかってよかった。譲渡にて療養中の我がベルムント王はこの村で各社として目覚められた。お前がもし本当に各社なのであれば、譲渡に報告せねばならん。すでに譲渡には知らせを向かわせたが、結局は当人がいなくてはどうにもなるまい。すまんが、我々と一緒に譲渡まで来てくれないか。お前が本物の各社であれば無下な扱いは受けまい。お前を探すために団員がチリチリになっていてな、全員が揃わねば出発できんのだ。少し待っていてくれ。そういえばレンナルト殿もお前を探していたな。今のうちに会っておいたらどうだ。そこの宿屋にいるはずだ。まずは話を聞くところからですね。本当にあいつ、ようやっととウルリー家を救ってくれたと聞くが、それは本当か？いや、答えずともよい。ウルリー家の言葉は信じねばな。あれは私の娘も同然なのだ。私からも礼を言わせてくれ。ところでお前はギルドへの登録は済ませたか？自分が志す職能のギルドに登録すれば、専門的な技術や心構えを教わることができるだろう。登録自体はそう難しい話ではない。宿の者にその旨を伝えればよいのだ。では登録だけは済ませておけ。職能についてわからぬことがあるのならば、軽い指南くらいはしてやろう。職能を極めていく過程で新たな職能への道が開かれることもあるだろう。まずは試してみることだ。はい、わかった。どの職能につくかはお前次第だ。そろそろ行くがいい。達者でな。ここは宿屋だよ。まあ普段そんなに客も来ない場所だから、一人でもなんとかなってるんだ。何か手伝いがいるかい？ここにいたのか。団長がお呼びだ。村の入り口に来い。話を聞きに行くべきでしょう。今度はグレゴル殿が呼んでるみたいです。さすが各社様、大人気ですね。その人物はこちらです。案内いたしますよ。よし、戻ったな。お前にはいろいろ聞きたいことがある。これから譲渡に同行してくれ。我々は見張りとして共に行かせてもらう。すまんな、
すぐに出発できるか、それともまだ準備が必要か。よし、では行くとするか。少し待っていてくれ。門を開けるよう伝えてくる。団長、あの一緒にいるのは何者です？あれは各社かもしれんのだ。各社？また偽各社ですか？各社王が現れたっていうのにバカな奴もいたもんだ。それがな、奴はポーンを従えているのだ。ポーンを？そんなバカな。各社ってのは世に一人って話じゃないですか。俺もバカげているとは思うが無視もできん。譲渡に報告はせねばならんだろう。万が一偽各社なら褒美がもらえる。本物ならどうなるかは俺には想像もつかん。話はついた。さあ門を抜けるぞ。向かいの牛車を呼んだのだが来ていないな。何かあったのかもしれん。先に進もう。食べるものを食べて、あとは寝るだけです。さあ、では寝ましょうか。まだ冒険は続きますから。場所で出くわすとは。信用できる奴のようだ。正直よくいる偽各社の一人かと疑っている部分もあったんだが、この様子なら
そういう不尊な輩ではなさそうだ。これを持っていくといい。城都の入り口を守る衛兵にそれを渡せ。警備長のベルント殿につなげてくれるはずだ。城都にはいつ来てくれても構わない。無論このまま同行してくれても構わないがな。ずっと見張られているというのも気分のいいものではないだろう。しかし道が塞がっているな。強い水流でもあればこの岩壁も崩れそうなのだが。素材採取できる場所があります。ギッシャが到着したようだ。俺たちと一緒に行くか。いいだろう。ではギッシャに乗ってくれ。さあ、そろそろ発車だ。乗りたい人は急いで。ゴブリンだ。すまんが手伝ってくれ。ゴブリンです。ごめんなさい。うまく弱点を攻める手段に。どうにか撃退したな。すまない、助かったよ。城都まではもうすぐだが、このまま一緒に行くか。分かった。では牛車に乗ってくれ。たまには牛車の利用も悪くないでしょう。貴様のことは報告を受けている。各社を語っているそうだな。警備長殿、この者がリムを通じて漂白の民を呼び出したのは孫うことなき事実です。私も最初は疑っておりましたが、ただの偽物とは訳が違うような。悪い奴ではありません。道中も俺たちを助けてくれました。この世の大いなる断りに定められる通り、各社たる者は世界にただ一人。それは今現在王宮におられる各社王その人に他ならぬ。この者が王を語る不届き者であることに何の疑いの余地もあるまい。まずは取り調べを行う。逃げようなどとは思わぬことだ。私が取り調べを行う。お前たちは外で見張っていろ。ここまでの無礼、何卒ご容赦を、陛下。しかしながら、後期が陛下の存在を知れば、また御身が危うくなります。表向きには、
偽物として扱うよりございませんでした。どうかご理解のほど。お怒りはごもっともかと。しかし記憶を失われたあなたに現在の状況をお知りいただきたい。特に後期 D さなどは各社王の現れる以前、前摂政公存命の時から D さはまるで女王のように振る舞い、王宮を意のままに操っておりました。その前摂政公が見まかられ、ご子息が摂政公の座を継ぐことを誰も疑っていなかったあの日、各社出現の知らせが城に届いたのです。リーサにしてみれば、陛下の存在は一族繁栄の障害でしかなかったことは明白でした。とはいえ、各社たる陛下を暗殺することなど人の手には不可能な所業。そこでリーサはまだ傷も癒えきらぬ陛下の身柄をさらい、呪いで記憶を奪った上で奴隷としてバタルに売り渡したのです。そして陛下の身代わりを用意し、そのものを各社王としました。女王の意のままになる人形というわけです。ですがこうして本物の陛下がお戻りになった以上、ディーサを野放しにはいたしません。私の方でいくつか策を用意いたします。詳しい話は夜の酒場でいたしましょう。おい、この者の権威は晴れた。この先は自由市民として保証するように。分かったな。